ブレイクニル、星さん。割とよくできた注意力の高い作品。宇宙人が地球に不時着してしまい、仲間のコインのメダルのような形状の宇宙人たちはある特定の地域にバラバラに撒き散らされてしまう。そのコインを回収するために宇宙船の管理者である自動販売機は、自動販売機を見つけた人間にコインの回収をお願いする。もちろん報酬付きであり、コイン1枚につきその人間が潜在的に欲しい能力だったりを、高度なナノマシン技術によって叶えてあげるという感じ。それによって無敵の力を手に入れた一部の人間たちがその自動販売機が存在する地域をなかったことにしようとするという、超絶凶悪な敵キャラが生まれてしまい、それに巻き込まれる形でこじらせた人間の男子高校生と、セクシー担当の JK とのデコボココンビが戦うという感じのシナリオ。主人公の男子高校生の能力はファイブナイツアットフレディーズみたいな感じの着ぐるみに変身できる能力であり、着ぐるみに誰かが入ると臭強になるという能力。そこに臭強身体能力の高い JK が、着ぐるみの中は蒸れるからという理由で下着とかビキニで入って敵対勢力と戦うというバトル漫画。シナリオもよくできているし、宇宙人のせいで突発的にバトルロワイヤルが始まるみたいな展開もでね。セクシーシーンもあるし、作画も高水準と全体的によくできている。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル